はい。12月1日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。え、今日から12月ですね。来年の合格を目指して、まずやるべきこと。それはですね、計画を立てることなんですね。これ何度も言ってるんですけども、もうこれができていないと、まず合格は難しいです。で、計画を立てる3つの理由とは、 という、えー、動画が別途ありますので、そちらぜひご確認ください。一応右上の方にお知らせが出るように設定しておきます。まあ、出ない方もちょっといるかもしれないんですけども、この動画の下の、えー、概要欄の方に URL 貼っておきますので、ぜひ、えー、ご確認ください。では3問に入ります。請負契約において、請負い人が仕事を完成しない間は、請負い人は損害を賠償することで、 受け負い契約を解除することができる、丸かツかという問題ですえ。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず、受け負い契約で重要なことっていうのは、言葉の意味なんですね。受け負い人と注文者って二人いるんですよ。まあ、今回受け負い人しか言葉出てないんですけども、受け負い人と注文者っていて、例えば会社員の方がマイホームを建てようと思って、え建設業者と、 受け負い契約を締結しました。この場合、注文者っていうのはこの会社員なんですね。一方で、建物を建設する建設業者は受け負い人なんですよ。まずはこの事例を頭に入れておきましょう。で、今回問題文は受け負い人が仕事を完成しない間なんで、例えば建物を建てるっていう事例であれば、まだ建物が完成していないという状況なんですね。この場合、建設業者は、 損害賠償することで、請負契約を解除することができるかって聞かれてるんですね。で、答えはツです。仕事が完成する前、今の事例で言うと、建物が完成する前に損害賠償することで契約解除できるのは、注文者側なんですね。つまり、会社員の方です。本モは請負人となっているので、誤りだということです。で、これ意外と盲点になってるかもしれません。あのー、基本的な問題なんで、まあ、知ってるか知らないかって話なんですけれども、 まあこれ条文レベルの問題なんですね。で、過去問からの出題もあるんですよ。だからこれ試験で出題されてもおかしくない問題なんで、もうこの場で、えー、覚えてください。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問い2ですね。宅建業者 A 社の代表取締役が道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、 A 社の免許は取り消されることはない。丸か罰かという問題です。答えは、A 社の免許は取り消されることはありませんので、丸ですね。宅建業者 A 社の代表取締役が道路交通法違反により罰金刑に処せられたとしても A 社の免許は取り消されません。道路交通法違反で罰金ってどんな場合かっていうと、例えばスピード違反とかをして罰金刑を受けた場合ですね。 え、社長がスピード違反して罰金刑になったとしても、宅検業の免許取り消しにはならないんですね。なので、今回の問題は丸だということです。まあ、これは覚える学習をしている方でも解ける問題ですね。つまり、もう単に覚えちゃうと。これ過去問の問題なんで、もう過去問何度もやっていて、この問題知ってるって方は、これ解けると思います。ただ、覚える学習では、複雑な問題になると解けなくなるんですね。で、重要なことは考え方を理解する。これなんですよ。 これがわかれば免許の基準の問題っていうのは難しい問題が出題されたとしても1点ゲットできるんですよね。なのでこの免許の基準が出たらあこれはもう1点ゲットなんだっていう感覚なんですよ。なのでこの考え方これをちゃんと押さえておかないといけないんですね。でこの考え方については個別資料でちょっとお伝えする流れになりますので、えー、ご了承いただければと思います。えー、個別指料は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので そちらの方から個別指導の概要をご確認いただければと思います。で、問い3ですね。建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路に接する場合において、特定行政庁が交通上安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を全面道路とみなして容積率を算定する丸かツかという問題です。これは丸ですね。 計画道路っていうのは都市計画によって定められる新たに作る道路なんですね。で、まだ道路にはなってないんですよ。まだ工事は終わってないってことですね。今後道路になるというものです。でそして特定行政庁、まあ、知事とか市長ですよね、が許可をしたのであれば、この計画道路を全面道路として容積率を計算することができます。従って本問は正しいです。 ま、これイメージとしてはですね、計画道路って比較的広い道路になるんですよ。なので、計画道路を全面道路とすることによって、福音が、いわゆる道路の幅が広くなるわけなんですね。で、結果として、溶石率も大きくなるわけなので、工事前、狭い道路の時よりも、大きな道路になるわけだから、大きな建物を建てることができますよっていう話なんですね。まあ、そこまでイメージできなかったとしても、まあ、計画道路については、まあ、これからね、新しく作る道路だから、 その道路を全面道路として様式率計算できるよう、これをそのまま、えー、覚えていただいても問題ございません。で、本日一番重要なことっていうのは計画を立てることなんですよ。もちろん解説とかをね、ちゃんと頭に入れていくってことも重要ですけども、それよりも重要なのは計画をちゃんと立てるということなので、この動画の下にその計画を立てる3つの理由についての動画、えー、URL 貼っておきますので、ぜひですね、ご確認いただければと思います。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。